静岡大学の卒業式が行われ、学生生活のほとんどをコロナ禍で過ごした卒業生たちは仲間との別れを惜しみました。まもなく卒業式が始まります。卒業生のほとんどがマスクを着用していますが、表情からは笑顔が見られます。静岡市のグランシップでは、静岡大学静岡キャンパスの学生1347人の卒業式が行われました。マスクの着用ルール緩和に伴い、式典中のマスク着用は個人の判断に委ねられました。去年、おととしと制限されていた保護者の参列も可能となり、コロナ禍前と同じ規模での開催となりました。一人でちょっと授業を受けるのはやっぱり寂しいというか、そういうのはあって、対面授業になった時はやっぱり友達と授業ができたりとかしてすごい楽しかった。私、実家でみんな一人暮らしなんですけど、なかなか本当に会えない期間が半年ぐらいあったので、ちょっと辛い時もあったんですけど、またみんなのこうやって会えてみんなやっぱ顔かわいいな、ね、こうやってみんなの顔見れてよかったです。最後に